皆さんこんにちは、いくよママです。札幌の熟女スナック盛り上げる企画の撮影を終えて、札幌から特急で2時間半かけて帯広まで来ました。遠かった。帯広までなぜ来たかと言いますとですね、長野リッツの方でお世話になったお客様がお仕事をね、引退されて帯広の方に引っ越しされたんですね。なのでせっかく北海道に来たんだからね、再会したいなと思って車で来てみました。これから会う場所決めるんですけど、やっぱり帯広なんで豚丼ですかね。豚丼とあとなんかスイーツ、クランベリーっていう、食べてきなって言われて、駅に着いたら早速ありました。いい香りがしてました。とりあえず駅でご飯食べるとこ探したいと思います。本当ね、すっごい仲良しのお客さんで、久しぶりの再会なんですごい嬉しいです。帯広街にある居酒屋さんに入りました。トカチハレハレル、ここでお客様が来るのを待とうと思います。うん、嘘。はい。じゃあ、3年ぶりに。ありがとうございます。私は会いたくて来ました。帯広まで。ありがとうございます。また来るね。あ、札幌来た時、今度来て。うん。来てください。はい、はい、帯広空港です。大好きな山岸真先生の万英競馬の写真が飾られてました。これをね、見たかったんですよ私。はい、では皆さん本日も最後まで見ていただきましてありがとうございます。今日はね、3年ぶりに長野の常連さんとお会いしました。はい、すごく喜んでくれてて、次私が札幌で YouTube の熟女スナックやるときは来てくれるそうです。はい、で本当に私お客様とはこう、なんていうのかな、通りすがりとかではなくて、こういい関係でお付き合いさせていただこうと思っているので、まあ、こんな風にね、まあ、わざわざ会いに来てしまったりするわけですよ。いいんじゃないですか、こういう水商売をやってるママがいてもね。お金だけだったらね、もう会えなくなったらもう全然コンタクト取らないっていうのがね、まあ、普通なのかもしれませんけど、はい、私は会いに来ました。会いたい人には会いに行く。3年ぶりに会ったさんはとてもお元気でお若々しくて、お仕事もやめられてストレスもなくて、はい、元気で安心しました。そんな感じで、札幌そして帯広と回ってきましたけれども、皆様これからもパワフルな育休ママにお付き合いください。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。またねー。